富士大学ファイティンアワード、富士大学の部活動を応援する番組、富士大学ファイティングアワード。この番組は花巻市下根子にある富士大学の提供でお送りいたします。はい、始まりました。こんばんは、FM 花巻鎌田照江が今日お相手です。よろしくお願いします。大船渡の FM ねまらいの皆さんもこんばんは、よろしくお願いします。今週も最後までお付き合いをお願いします。番組にメッセージもお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。今日は学友会の、方に来ていただいています。初めてですね、一人だけということなので、自己紹介も兼ねてお名前教えていただきたいと思います。ではお願いします。はい、私、富士大学2年、加藤総一郎と言います。はい、よろしくお願いします。拍手。はい、一関第二高校の出身ということで、加藤総一郎くんということでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、もう秋も深まりまして、10月の話題ということで、まあ、目の前にあります資料祭という文化祭に関してですね、お話をお聞きするとともに、後半面ではですね、個人的な質問も考えていますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今ですね、まあ、一関第二高校加藤総一郎君ということなんですけれども、そもそも富士大学に入ったきっかけは何でしょうか。はい、そうですね、富士大学経済学部って言って、で経営の方に興味があったので、はい、ちょっと経営法学科というものがあったので、うんうんうん、それに入りたいなと思って入学しました。はい、はい、どうですか、2年目ということで今どんな勉強してるんですか。今は、はい、ちょっと法律とか、はい、ちょっとあの経営法とかそういう基礎のものを今やってます。専門的なものをやってますね。去年はやっぱりそのベースとなる考え方っていうもので勉強してきたんですけど、今年はなかなか興味深いものが増えてきました。まあ、経営とか経済で法律っていうと、はい、突っ込みますが、どういうことを勉強するんですか。そうですね、うん、それこそまあそれこそ何、はい、ですかね、法律なんで、はい、これをやったらああなるとか、はい、でもこれだったらでも大丈夫とか、あとは個人的に民法に興味があったので、はい、うんうんうん、で今年は債権を前期に取ったんですけど、はあ、あの債務者と債権者の関係っていうのは、はいはい、最初言葉は聞いたことあったんですけど、はい、全然分かんなかったんですけど、はい、でも結局立場っていうのが分かってきたり、はい、あとは結局身近なところで、はい、結構こういうなんだ民法の、はい、民法の法律っていうのが、はいはい、あって、あ、意外と近くでもそういうことがやってるんだなっていうのはすごく思いましたね。なるほど、経営者のみの、民法かと思えば、まあ、身近な部分でも消費者である私たちだったりとか、経営に携わることもないけれどもあり得るかもしれないという法律が分かったということですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、一関からなんとお聞きしましたら電車で30分、はい、北上駅まで通い、そこからバスで、はい、そうですね、はい、30分、まあ、どちらも30分ずつという時間ですが、どのように過ごしていますか。はい、そうですね、あの電車もそのスクールバスもそうなんですけど、はい、まあ、一応携帯で好きな曲聴きながら、うんうんうん、で今日こういうことやるようだなっていうイメージとか、あとお昼何にしようかなとか、はい、そうですね、そんな感じですね。そんな感じで、はい、そうですか。まあ30分、小説とかは何か読んでるんですか、好きな本とかは。本、そうですね、でも中学生の時はそれこそラノベが面白いなと思ったんですけど、はい、うんうんうん、そうですね、高校とかそこら辺だと読書感想文で昔の、はい、昔っていうか江戸時代の、はい、なんだ、いわゆる物語とか、はい、そういうのを読んでましたね。へえ、
古文で古文じゃなくてそれこそ普通に書いてもらって何ですかね、あ今風に書き直したやつですね、はい、そうですそうですごめんそうなんですね、はい、まあ、はい、でも本当に俺の友達は、はい、古事記とか、うんうん、そういうのが好きだっていう人はいますけどね、うんうんうん、ああ、はい、そうですよね、ということでまあ読書もぼちぼち、まあ、今からね、はい、してもいい季節にはなりますけれども、ね、はい、わかりました、ありがとうございます。まあ、一関とは町並みが全然違うの で、はいはい、でまあ、北上駅から大学までということなので、はい、花巻の町の方に、はいはい、うん、商店街の方に行くことはないと思うんですけれども、はいはい、花巻の印象というのはどんな感じですか。そうですね、はい、一ノ関はそれこそなんか町っていうか、うん、その漢字の方の難しい方の町って感じですけど、はい、なんか花巻はなんか昭和の香りがまだ残ってるような、はい、でも結構好きなんですけどね、はいはい、そういう大きい建物が多くなくて、ところどころ個人経営のお店とかがあって、うん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 、店っ子屋みたいな感じのが多いってことですか、はい、そうですね、印象はそんな感じですね、はいはい、ではですね、学芸会に入ったきっかけを教えてもらいたいんですが、2年生ということもあるので、はい、まだね1年と半年ぐらいですか。そうですね、はい、はい、はそもそも学芸会ってどういうことをする会なんですか。そうですね、生徒会みたいな感じですか。言ってしまえば学友会は生徒会っていう感じですけど、はい、そうですね、それ以外にも、うん、そうですね、ゴミ拾いとか、まあ、奉仕活動ですね、はい、自治っていうのもやったりしてますし、はい、三ヶ所ほど意見箱っていうのを設置してるんですけど、はい、それで学生の、学生が、他の学生がそれこそ見てな、これを直してほしいとか、そういうものを集めて、あとはそのなんか改善できたらなっていうことをしてますね。はい、わかりました。の、加藤総一郎君は委員長ということですか。はい、はい、資料祭、それこそ大学祭の実行委員長。おお、大学の実行委員長、はい、はい、学園祭の実行委員長、はい、はい、学友会は企画部ですね。企画部、はい、に所属しているということですね、はい、ありがとうございます。その学友会、今は何名いらっしゃるんですか。今は11人で活動してます。うーん、11人で、10月に行われる資料祭の準備を今取り掛かっているんですよね。はい、はい、学友会のきっかけっていうのは何でしょう。入ろうかなと思ったのは、はい、そうですね、はい、高校の頃に、はい、2年生の頃からそれこそ生徒会に関わることが増えてきたんですけど、そういう経験もあってで、はい、っていうかそもそも生徒会も結構好きだったので、それでその大学でもやろうかなと思って、そうですね、学友会入りましたね。はい、雰囲気どうでしたか、初めは。1年生の時は最初は、はい、電気はついてるんだけどカーテンが閉まってて何があるのかなっていうその時ちょうど同じゼミだったこと、はい、どうするどうするとか入り口の手前ですごく、はい、戸惑って、でもなんと、はい、なんとかちょっと開けてみた、開けてみたら、はい、最初2人しかいませんでした。お、はい、こんにちはみたいな感じで、はい、へえ、そうなんですね。ということで、まあ、今お忙しい中だと思うんですけれども、はい、その実行委員長というのをですね、忙しく行っている中で何か自分が変化したな、もしくは変化しているんじゃないかなと思うことはありますか。そうですね、結構今責任が重大なポジションにいるんですけど、高校の時っていうのは別にそんなでもなくて、まあ、それは団長っていうポジションだったんですけど。高校の時は何をされていたんでしょう。高校は応援団の団長を、はい、応援団の団長、うわ、はい、3年生の頃に大きい声が出るんですね。出してましたね、頑張って、はい、でそうですね、でそこの時でも別にまだ委員会だったので形としては、はい、その委員長って言ってそんなに責任も重くなくって、まずやるかやるかって言って、はい、顧問先生といろいろ話してこうしよう合わせようっていうことを決めただけだったんですけど、こういう、そうそう、大学の一つの顔のような、そうそう、大学祭はそうですね、一般の方々も多数来ますね。そういう実行委員長をやってるってことは本当にちょっと怖い部分もあるんですけど何が怖いんですか。それこそ
あのお客さんがあんま満足できないようなものを作ってしまうと、うんうん、なんか今後とも客足が遠のくんじゃないかなって満足、はいはい、っていうのだったり、はい、あの当日それこそ去年はバタバタやりながらも、はい、でも結局成功したので、うん、去年を超えたいなっていう気持ちも泣きにしもあらずっていう、うんうんうん、まあ、むしろあるんですけど、はいはい、ええ、そういうのがあって、うん、もう結構頭の中では自分を、はい、追い詰めてたりはしてるんですけど、はい、でも結局あんまり動けてないところも多々あってしまってるので、はい、そこはもうちょっと改善したいなっていうのはありますね、個人的には。まあ、はい、先ほどね打ち合わせでお話を聞いた時は悩みが増えましたということですが、はい、そうなんですね、まあ、あの大きな祭事ですとかイベントを組むとなると、はい、自分たちとあと周りの共有とか ね、 そうですね、共通っていう部分の情報共有がですね、はいはい、非常に大事になってきますし、その自分たちが持っているその熱い思い、はい、こういうふうにしたいんだっていうのはですね、はい、やはり他のキャンパスにいる皆さんにもやっぱり持ってもらえればね、はい、っていうところで告知活動も大事なんですけれども、はい、今それを精一杯悩みながら頑張っているということですね、はい、はい、ということで、前半部分はですねここまでにいたしまして、後半はですねその10月に行われる資料祭についてもっともっと深く聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではですね、先ほどのお話に引き続きまして今日は富士大学の加藤総一郎さん学友会の実行委員長ということで今、はい、忙しく動いています。よろしくお願いします。はい、ではですね学友会の、取り組みをお話ししましたので、早速ですが資料祭の件をですね、はい、詳しくお話ししたいと思います。はい、日にちはいつですか？日にちは10月10日土曜日と11日日曜日ですね。はい、はい、土曜日日曜日ということで行われるということですが、なんと今回は、今回、まあ、今年は開学50周年ということで、はいはい、50周年を、まあ、お祝いするイベントなどもあると思うんですけれども、はいはい、まだね、未定の部分も多いとは思いますがタイムスケジュール等も出ているので、はい、ぜひ見どころを教えていただきたいんですが、はい、資料祭自体は今年は何年目になりますか？資料祭自体は今年で49回目ですね。はい、49回目の資料祭ではテーマをお願いします。はい、テーマは一生懸命 Do One's Best です。 Do One's Best、 はい、はい、ということでこの一生懸命っていうのが、笑うというふうに書くんですよね。はい、はい、これは一生懸命笑うんですか？一生懸命って、まあ、はい、言ってしまえば、はい、そうなんですけど、うんうん、でも心から本当は笑ってほしいっていうところは本当にありまして、はい、ということで一人一人が、はい、本当に楽しかったというか、ええ、満足のいくような資料祭を作りたいと思ってやっております。うんうん、はい、はい、ということで楽しい企画が盛りだくさんということですよね。はい、はい、ということで、まあ、一生懸命一人一人が笑顔になるためにということで気になるタイムスケジュールなんですが、はい、早速10月10日土曜日1日目です。紹介をお願いします。はい、こちら、両日ともに開催が10時から16時なんですけど、はい、その10時からっていうのが、はい、まずオープニングセレモニーが行われます。うんうん、はい、でこちら10時半から富士大ファイトクラブ、はい、で11時45分から鬼剣舞と鳥舞の披露ですね。はい、でこちら、12時45分からはカラオケ大会、はい、で14時30分、はい、まあ、2時30分からは菅原治さんによるマジックショー、はい、でなるほど、で15時15分、まあ、3時15分からはこちら、はい、毎年盛り上がってますビンゴ大会を行いたいと思ってます。はいはい、もう最後の最後まで出なかったりするんですよねこういうのはね。はい、ということで振り返ってみたいんですがオープニングセレモニーということでオープニングは何かそのすることは今、まあ、決まってるんですか？そうですね、はい、今のところ予定してるのは、はい、学長先生の挨拶と、うんうん、はい、学生部長の挨拶と、はい、あとは 私の、うん、実行委員長の挨拶、うん、はい、っていうところですかね、はい、今のところは。なるほど、ということで皆さんが挨拶を終えた後、なんと10時30分ファイト
トクラブ、富士大学ファイトクラブ、はいはい、どんな内容なんでしょうかね、はい、ファイトということで何かこう競い合うのかなと思うんですけれども。そうですね、はい、今の競技は、はい、まだそんなに固まっているわけではないので、うん、はい、去年の紹介させていただきたいんですけど、去年はけん玉、うん、って言って、あのけん玉のそれこそ先っちょの部分に、はいはい、あの玉の穴のところ1回でさせるっていうのを、はい、実行委員と、はい、あの参加者と一緒に競う、うんうんうん、っていう感じですね。一発勝負、一発勝負ではなくてもう連続で、あ、もう 早くやらった方が、はい、わかりました。うーん、まあ、はい、時間を決めてやっていくということですね。はい、であとは、はい、タイムストップですね、はい、タイムストップ、あの結構これパッと出てきたんですけど、はい、ストップウォッチがちょうど学友会室にありまして、はい、それを時々、はい、うん、私もそうなんですけど、はい、5秒ジャストをやりたくって、はい、じーっと見ながらそれやったりするんですけど先輩が多分それを見てたのかなって思ったんですけど、でまず実行委員が先に、はいはい、あの5秒、まあ、指定されてる予想は多分5秒だったと思うんですけど、うんうん、それを自分のタイミングでやるんですけど、はい、その途中でアンダーエイジの方々が話しかけて、はいはい、でそれで結局分からなくなって、あ、でもそれでもやるっていう感じですよ。で参加者も同様なんですね。で、はい、その指定タイムに一番近かった方が勝ちという、はい、あ、何名か出ていただいて。そうですね、あ、なるほど、はい、その間にアンダーエイジがこう話しかけたり、はい、チャッチャを入れるんですね。チャッチャですね、はいはい、そして1日目菅原治さんによるマジックショーということで、はい、午後2時30分から、そしてなんとこのビンゴ大会両日あるんですけれども、はい、なんとビンゴ大会に当たった方はすごい景品商品がもらえますが、ぜひ紹介をお願いします。はい、はい、こちらディズニーリゾートと USJ のペアチケットが、どちらもペア、はい、すごい用意されております。これは最後までいないと損しますよね。会場の皆さんに渡すんですもんね。はい、はい、もう本当に早い者勝ちですね。早い者勝ちですよね。このビンゴ大会の会場となるのはどこなんですか？これは、はい、あの富士大学の、はい、それこそステージで、ステージで体育館ですか？体育館じゃ外ですね。外の、はい、屋外ステージで行われるということですね、はい、当日雨とか降らなきゃいいです ね、 そうですね、寒くなく、はい、はい、ということで、では2日目、はい、はい、お願いします。2日目も、10時からということで、はい、セカンドセレモニーが行われまして、なんとお笑いライブが立て続けにありますが、はい、紹介をお願いします。はい、こちら、はい、10時20分から、はい、アンダーエイジさんのライブが行われます。 うちの、ね、番組でも月曜日のお昼担当ということで、はい、本当にめちゃくちゃノリが良くてですね、はい、そうですね、はい、話すテンポも早いので、はい、面白いです。はい、はい、他には、はい、でこちら30分後10時50分から、はい、ドランクドラゴンとラバーガールの、まあ、これは交互ですけど、うん、はい、あのお笑いライブが開催されます、うん、はい、どちらもねファン多いと思うので、はい、混雑するのかなと思うんですが、当日はシャトルバスも出る、はい、ということですので、出ますね、ぜひシャトルバスを活用していただいた方が駐車場を見つけたりとかね、はい、交通渋滞とかいうのもあるので、ね、ぜひシャトルバスの時間などを見つけて、あの見てもらえればと思います。はい、はい、そして12時15分早食い大会、はい、今回は何の早食いになりますか？こちらホットドッグですね。うーん、それは学芸会の方が作るんですか？手作り？じゃ作るというよりかは、あの購入して準備しておくっていう、準備しておく、はい、感じですね。どのぐらい食べ、制限時間は何分なんですか？制限時間というよりはやっぱり一つのものをどれだけ早く食べられるかっていう、はい、あ、そっち？そういうスピード勝負ですね。大食いじゃなくて早食いで、早食いで、はあ、そうなんですね、はい、そうなんです。自分はどれくらいいきそうですか、加藤総一郎君は？あ、1分いかなきゃいいかなって。飲み込むよね。そうです、でもやっぱパンパサパサするので、うんうん、ちょっと食べづらいかなっていうのは思うんですけど。そうですよね、まあ、事故のないようにベストタイムで争っていただきたいなと思います、はい、 そうですね、はい、そしてホットドッグの早食い大会が終わりますと、こちらも面白いんですよね。午後2時から箱の中身当てゲーム、はい、オープンザパンドラボックス、はい、はい、どういうゲームですか？はい、まあ、これさっき言ってた 、はい、中身当てそのままなんですけど、うん、
あのテレビでよく見るようなあの箱の白い箱に両手を突っ込んで、はい、あの触って何か確かめるみたいな、うん、そういうものをやっていただきます、うん、はい、あまりこうなんだろう変なものがね、はい、出てこなきゃいいなって私は思いますけど、はい、はい、というのがこれは一般の方もそうですね参加大丈夫なんですね、はい、2日間とも行っちゃおうかな景品も用意しているということですもんね、はい、ありがとうございます。そしてエンディングセレモニーが午後30分からありまして、はい、なんとまたお楽しみの3時15分からビンゴ大会ということで、はい、なんとメイン商品は1日目と一緒ですか？一緒です。うん、すごい。ディズニーリゾートのペアチケットもしくは USA のペアチケットと他の景品ということですね、はい、はい、ありがとうございます。すごいですね。終了は同じく午後4時ということで、はい、急展開ですが大丈夫ですか？こんなに盛りだくさんで慌ただしくなりません？そうですね、11人フル活動ですね。他にも何名か手伝ってくれるんですか？はい、手伝ってくれる方が、うんうんうん、いらっしゃるんですけど。そうですよね、はい、一番は2日目が一番忙しいんじゃないかなっていうのは予想してますね。はい、私も一昨年ですね、はい、あの携わることがあったんですけども、はい、あのわんこそば大会が大変でしたね。麺を多く茹ですぎちゃったのかな、くっついちゃってわんに入んない、わん、はい、に入れたはいいけどわん、はい、から出てこないみたいな。あーそういうこと、うあれでもありますね、はい、本当に あってですね、てんやわんやでもうあの運動部の方々が、はい、頑張れそう、でもあの、はい、ステージに登って食べる方々は本当にファイトファイトで、はい、もう本当に1位を狙うような方々が多いの で、はいそうですね、はい、こちらももう本当にあの気をねあのそのまっすぐにしてもらうためにですね、はい、急ぎましたね、はい、今年はいろんなアクシデントあるとは思いますけども、はいはい、それも笑うということで ね許してもらいながら一生懸命、はい、頑張っていただきたいなと思います、はいはい、他には先ほどお聞きしましたらフリーマーケットというのも企画しておりまして、はい、今呼びかけているということです ね、はいはい、ですね、もしよろしければですね一般の方々もカラオケ大会ですとか、はい、ファイトクラブもしくはですね早食い大会とか参加したいと思いますので連絡先教えていただくことはできますか？問い合わせ先といえばいいでしょうか？問い合わせ先ですね、はい、多分後ろにあるんじゃないですか？あ、はい、はい、こちら、電話ファックスともに、はい、0198-22-4507 ですね、はい、にお電話をして問い合わせていただく、はい、どこにつながりますか？こちら、学友会室の学友会室、はい、はい、主にやはり午後からになりますかね？いやでも午前中たまにいたりするので、はいはい、であればタイミングが合えばお電話で申し込みできるということですので、はい、ぜひ問い合わせしていただければと思います。はい、はい、他には企業ブースですとかあと展示ということでやはり開学50周年ということもありますので、はい、展示企画も今考えているということ で、ね、はい、当日まで大忙しですが、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。はい、ちょっとですねラストになりました。10月の10、11、まあ、10日11日資料祭が行われるということで、学芸会のこちらの資料祭実行委員長の加藤総一郎さんに今日は来ていただきました。最後に一言何か、はい、自分をアピールもしくはですね富士大学をアピールしていただければと思います。はい、はい、こちら、資料祭10日11日、はい、一般の方々本当にたくさんの方来ていただければと思います、うんうん、面白いですので本当に一度来ていただければ、はい、オフラートからもねもしよろしければ来ていただければと思います ね、はい、そうですね、はい、ではテーマが一生懸命ということで一人一人が笑顔になるためにということで、はい、では当日頑張っていただきたいと思います。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。